皆様、バンエイ競馬お楽しみいただいてますか？この時間はバンスタアンサー林康文騎手をお送りします。まずはプロフィールをご紹介いたします。1981年10月26日生まれ、兵庫県西宮市出身の42歳。病死から一年発起、2019年12月15日当時38歳でレッドクレオパトラで騎手デビュー。2020年3月15日ダイビングファイターで初勝利。12月17日現在通算50勝をマーク。今季は絶好調、ここまですでにキャリアハイの29勝を挙げています。それではお待たせいたしました、林康文騎手にアンサー。豚丼です。はい、たくさんいい馬に乗せていただいて、先週から10キロ減がなくなって、思いっきり今壁にぶつかってるんです。で、今10キロ減がない状態で勝ってみたいっていうのが一番の目標です。はい、今でも一番叩くのは間違いなく下手ですけど、春に松田調教師がかなり時間をかけて反復練習付き合ってくださって、少し進歩したなと自分で思ってます。感謝してます。これだけ回数乗らせていただいた馬、今まで僕いませんし、6回かな1着取らせていただいた馬もこの馬しかいなくて、でバテたっていうのを1回も見たことがない。手綱から障害降りるときにビビンね、前と差があっても届くんじゃないかってすごいいつもビビン手応え伝わってくるので大好きな山です。まあいつも乗らせていただけるわけではないので、この場をお借りしてまたぜひチャンスをよろしくお願いしますと言わせてください。はい、健一さん、翔太さんっていうトップジョッキーがそばにおられるので、かなり刺激を受けながら厩舎のスタッフの一人として、粛々と仕事に励んでます。馬がね、元気な状態でレースに行けるようにと思って毎日運動してます。厩舎の厩務員さんの部屋でクリスマスパーティーをします。はい、なかなかうまいこといかないんですけども、頑張りますので応援よろしくお願いします。恩師への感謝を忘れず、新たなステージで51勝目を目指すひたむきな姿をご覧いただきました。それではベストクエスチョンの発表です。今回はハッシーさんです。おめでとうございます。さて、次回登場のプレイヤーは中山直樹騎手です。バンスタンサーでは中山騎手への質問を受け付けいたします。応募はメールフォームからお願いいたします。ご覧の QR コードからアクセスいただき、どしどしお寄せください。質問は何個でも OK。 メールフォームではバンスタアンサーを選んで質問をお送りください。ベストクエスチョンに選ばれた方にはプレイヤーサイン入りグッズをプレゼント。皆様の質問をお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バンスターアンサー。